こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。突然ですが、ビーチ哨戒機の存在をご存知でしょうか？レーダー照射問題で大きくクローズアップされたのをご存知の方も、またそうでない方も、今回はビーチ哨戒機についての世界へ売り込む課題について話していきますね。思い出しただけでも2018年平成30年12月20日に発生した韓国海軍の駆逐艦クアンゲとデワンのレーダー照射事件は未だに解決していません。言うまでもなく、この事件は韓国の駆逐艦が自衛隊機に火器管制レーダーを照射した事件のことで、当時かなりの騒ぎとなりました。3年過ぎようとしている今でも、日韓双方の主張は食い違ったままで現在に至っている状態です。事件発生当時、様々な映像が公開され、その度にいろいろな意見が噴出したことも記憶に新しいと思います。その公開された映像、そして現場の状況を考えても、どうひいき目に見ようとしても、韓国海軍の主張には無理があると思われます。日本の航空機が異常なほど低空を飛行して自分たちを威嚇してきたと言い張ってるんですけどね。映像ではそんな様子には見えないということです。またまたへりくつをこねてるなというのが正直な感想です。結局、この事件については、全貌が明らかになることはないのでしょう。日本にとっては悔しいことですが、うやむやで放置されることになりそうです。ここで特筆すべきは、この時火器管制レーダーに、照射されたのが P1 哨戒機だったという事実です。この P1 哨戒機は、2013年平成25年3月から実戦配備された機体でした。今まではアメリカのロッキード社が製造した P3C オライオンを使用していたのですが、この代替となった機体です。この P3C オライオンというのも人気の哨戒機で、なんと世界20カ国で採用されていますから、哨戒機のベストセラー機と呼んでもいいのではないかと思われます。海上自衛隊では P3C オライオンを国内の川崎重工業によるライセンス生産を行って98機製造しました。この他に完成品として3機を輸入したので、K101 機を1978年昭和53年から1997年平成9年までの20年間にわたって調達し運用してきました。航空機で20年間使用というのはかなりの長期ですし、耐用年数も経過していました。老朽化してきた P3C オライオンの代替機として作られたのが P1 哨戒機です。前述の通り、川崎重工業と防衛省との共同開発によって製造された機体で、今から13年前の2007年、平成19年に初飛行を実施し、2013年、平成25年に配備がスタートしました。これ以降、合計70機以上の生産が予定されているそうです。
ここで P1 哨戒機の各データを紹介しましょう。乗員定数は11名。全長 38.0M、全高 12.1M、全幅 35.4M、最大離陸重量は79.7トンとなっています。エンジンとして IHI 社製造の F7IHI-10。ターボファンエンジンを4機備えています。どの数値をとっても、先輩機である P3C オライオンより少し、大きくなったものと言えるのですが、最大の違いはエンジンです。プロペラを使用するターボプロップ型からより、馬力のある、ジェットエンジンへと変更されました。このターボファンエンジンも国内企業である IHI 社製です。機体本体は、川崎重工業を主として開発されていますから、どちらから見ても、純国産哨戒機ということです。念願であったが、国産化が現実の、ものとなった機体と言えるでしょう。また、P3C オライオンと同じように、P1 哨戒機の機体の前方下部には、ウェポンウェイ、爆弾鞍を設置しています。ここは潜水艦攻撃用の、兵装が収納できるスペースです。また、主翼の下部には、空対艦、空対空ミサイルを吊り下げることができる。スペースが8箇所用意されています。8箇所ということは、ミサイルは8発搭載するということですね。ウェポンウェイ1つに、ミサイルは1発しか置けないのですから。つまり、8発というのは、P1 の空対艦、空対空ミサイルの最大数です。P3C オライオンが4発でしたから、倍になったということがわかります。また、主要任務は言うまでもなく哨戒活動ですが、それだけではなく、一朝有事の際の攻撃力も以前より増強されたということになります。ここで経費について見てみましょう。P1 哨戒機開発コストは約3500億円です。これまですでに購入した。1機あたりの価格は約175億円という計算になりますが、この金額は調達中の F35 ライトニング2000闘機の1機約116億円と比べてもかなり、高額と言えるでしょう。調達価格に関しては、日本国内企業のみに限った採用が望ましいところですが、それでは経費削減は、なかなか結びつかないようです。といっても外国に求めるのも、武器輸出三原則は緩和されたとはいえ、これまで、実績がほとんどない日本の兵器にはハードルが高いのも事実です。実は、日本はこれまでも P-1 哨戒機の輸出を計画していました。対象としたのは、日本と同様に P3C オライオンの代替機を求めていた。イギリスやニュージーランド、ノルウェー、カナダなどの国々でした。しかし、残念なことに、どの国の反応も思わしくなかったのです。これらの国の中でも、イギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国は、オライオンの代替として、アメリカの P8 哨戒機の導入を決定しました。残るカナダも P-1 哨戒機を導入するのは厳しいだろうというのが多くの、一致した見解と見受けられます。
P1 哨戒機ですが、日本国内においても配備中の機体はあまり動いていない稼働率が低いという意見があるそうです。日本国内産にこだわって長年の悲願を実現したことは確かに評価には値しますが、実際に運用するとなると大きな課題が存在していると不安視する声も多いようです。 P8 哨戒機は世界20カ国で採用されています。先でのように、これは現ロッキードマーチン社製造の P3C オライオンの後継機ですが、開発したのはアメリカ最大の航空機会社ボーイング社です。航空機開発には定評のあるボーイング社の民間用旅客機737をもとにして開発した機体なので、信頼性も高く安定感も好評です。ボーイング社は旅客機開発がメインだったので、戦闘機の分野ではロッキードマーチン社 F-35 ライトニングに戦闘機を開発に遅れを取った形になっていました。しかし P8 哨戒機が各国に広まったことでディファクトスタンダード化したと言えるのではないでしょうか。ディファクトスタンダードとは、市場での競争の結果、広範囲に採用された、結果的に事実上標準化した基準のことです。簡単に言うと、売れ行きが良かったために、スタンダードになったということでしょうね。ただし、アメリカは自国で使用するものと同じレベルの機体を輸出することは認めていません。オーストラリア一国だけはウクサ協定。ウクサ協定をアメリカと締結しているので、例外となっています。ちなみに、ウクサ協定は、イギリスとニュージーランドも締結していますから、将来的には、オーストラリアに加えて、この2国の機体も例外扱いになると推測されています。ウクサ協定とは、通信や電波の傍受による情報収集活動施設を共同利用するための協定のことです。国防に関わる重要な協定ですから、締結国とは深い信頼関係が必要になるわけですね。その国にスペックダウンした兵器を輸出することはさすがにできないのでしょう。このような状況を考えると、アメリカによってスペックに制限をかけられている P8 哨戒機よりも、国産の P1 哨戒機の方がずっと日本にとって良かったのではないかと思われます。P1 哨戒機を採用したことが、いずれは基地と出るように開発した川崎重工業はもとより、他の防衛産業にも技術力の向上やノウハウの蓄積と熟成を期待したいと思います。